ハリーまたやらかしたな警部までそんなこと言うのかよまあ聞け心配してやってるんだ君の命をな俺はいつもと一緒だやつらを訴えてくるぞ大変なことだボスが殺されてると思ってるその恨みを持ってしつこく狙ってくるぞ一体どうするそれなら簡単な話だ ったく、呆れて何も言えないよ、私は。今から自粛しろ。家にいたてすることありません。私が責任とる。家でじっとしろ。そして自粛しろんだ。わかったら帰れ。ちゃんと理解してるのかとにかく自粛するんだ。わかったか コロナのおかげで偉い迷惑だ。それにしても暇だな。 おはようホーレスマグナムオートマチックか一体どこで手に入れたちょうどヤフオクで買っちゃったんだ話は聞いたぞやつらの車を総合しらしいなトップ企業の社長やアラブの王様にと好んで作らせる特別製だ大砲でもぶちこまん限りはがった単よおい俺の話を聞け いやあれじゃないのよ。鉛の人間なら細ま切れになって吹っ飛んでる。ふん、こいつは44口径マグナムで1発に300発入ってる。もし当たれば人だまりないけどな。そっか。 お前さんは休暇を取るそうだな。だったらいいとこあるぞ。取るつもりはねえよ。命令じゃないのか。嫌気は察してきた。まさか辞めるつもりじゃないだろうな。考えてるところだ。お前が辞めたらみんなの生きがいなくなるぞ。どいつもこいつもクソこらえっちゅうの。お前は辞めるわけにはいかんさ。警察には必要な人間だ。お偉い方はどうなるんだ。どうなる相手も責任をなしづつける相手もいなくなる。広報の連中だってそうだ。暇になって商売上がってりだ。 お前は生まれながらの警官さ警官として生きる以外には能の,のない男だもしかして説教か先生知られた制服の色と一緒にウルの血が流れるんじゃないのかバカめそっか、俺がアンパンタンかそうだ、お前は世界の大バカやろじゃあ自分は何なんだよおお、めっちゃ気持ちいい やっぱりオートマチックだな。